はい、じゃあまた3分コーチングやっていきます。本日のリクエストは、初心者向けのペンのフォワードレートをお願いしますということなんですけども、まあ、じゃあ僕がシェイク、本業はシェイクですけど、まあ、ペンで、まあ、こんな風に、まあ、こう生徒さんとか教えるときやってますよ的なことを簡単に説明していけたらと思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃあやっていきましょう。ペンのまず初心者向けっていうことなんでやるんですけど、まあ、ラケットのヘッドがまずあんまりこう落ちないこと、手首を少し立てるようにしてあげて、ラケットの先端が真横に向くぐらいをキープさせてあげてください。そうするとラケットの角度がしっかりとこう安定してくれるんで、あとはボールの真後ろを軽く前に向かって押すようにしてあげる。そのところに関してはあんまり変わらないですよね、シェイクとか。ただこの形をしっかり手首を少し立ててあげてキープしてあげる。あんまこうやって立ちすぎないようにきつくなるので、ちょっと立つぐらいでキープしてあげてください。で、この延長線上で、ドライブをしていくんですけど、まあ、あんまりこうやって手首を内側曲げたりしないで、少しそのラケットのヘッドを少し上げた状態、真横になるぐらいの状態のままでドライブを振っていくんですけど、僕のイメージとしてはなんかこう中心から外にラケットの先端方向に向かってボールを引っ張るようなイメージでドライブをします。わっ、でこの時にペンの場合とレーンが結構自然と立ってくれるんで、普通に打つのと多分シェイクと同じ感じで打ったら今オーバーするんですよ。なので結構こうかぶせるようなイメージ持って振ってあげるとフォアドライブはしやすいかな。結構こうやって前横に振るぐらいのイメージもないんですよ。こうやってということで、はい、ちょっと横から見てみましょう。ちょっと横からもその角度だったりとか手元部分を見てみてください。はい、いかがでしょうか。まあ、ちょっとこの辺のスイングとか参考にしてみてください。ありがとうございました。